おはようございます。おはようございます。今日お盆の前日ですね。もうそんな時期ですか？もうそんな時期ですね。昨日あの浜野さんが現場行ってきたんですけど、フルらしいですね。浜野さんはフル出勤。あ、お盆もなんか寺木さんだけ、お盆休みがちゃんとあるみたいな。そうなんや。緑手の職人さんも結構お盆動いてもらう感じで、はい、で、そうですね、ここもお盆の今日前の日なんですけど、もう最後ですね。もうそう、足場組み立てて、お盆中も足場組んだままでっていう感じの現場で、はいはい、で、ちょっとここの現場がちょこっと特殊で、はい、なんかあれ、なんか太陽光みたいなのついてるじゃないですか、はい、なんかあれを取るんですよ。あ、取っちゃうんですか？そう、取っちゃう。で、この太陽光のところにあのなんか温水器、太陽光のやつとなんかセットで温水器も壁にくっついて、はい、もうちょっと私あんまり太陽光の仕組みわかんないから温水器が何なんかよくわかんないんですけど。それは僕らがするんですか？塗り替え道場。あ、そう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 、塗り替え道場でその温水器撤去っていうのも契約してもらって。あ、そういうのやってるんですか？そうそうそう、一応そういうのをいろいろやってて、はい、でその温水器を撤去を、はい、まあちょっと見てみた方がいいか。まあそうそう、その温水器撤去するのに足場があったら普通は撤去できなくて、足場壁にさ、はい、取ってバーって立てるから、はい、でもちょっとそれを撤去するから撤去しやすいように足場を組んでってちょっとお願いしてまして、でその問題の温水器っていうのは奥にあるあの四角い箱。あ、はいはいはい、そうあれを取るんですけど。結構嫌な位置になりますよね。え、嫌な位置になりますね。そうそうそう、一応ちょっと取るときはお隣の方の車移動してもらうように頼んでて、はい、ちょっとこっち入らせてもらって取るねんけど、はい、え、今から取るんですかね？いや、今からじゃない、足場踏みでもうちょっと後に取るねんけど。その前ってことですか？そう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 、あの屋根のあれを取ってあの温水器も取るっていう。へー、それができるように組んでもらいます。まあでも足場自体の値段は正直ここの場合は別にそんな変わらないけど、はい、あの、うん、温水器撤去っていう分の見つお金が増えるだけ。そうなんですね。うん、そんだけでやってくれるんですね。うん、そんだけでやってくれるんですね。そうそうそう、いろいろやってますね。いろんな職人さんがおるんで。え、じゃあその例えば太陽光取りたいよってだけでも、うん、もう塗装はせずに、うん、足場組んでもらうこともできるんですか？あ、全然それもあの受けたまわってますね。あ、そうですか。ま、ただまあ壁の状態っていうかどんだけ塗り替え時期かにもよるけど、はい、まあせっかくね足場結構値段するから組み立てるなら、はい、まあいろいろ一緒にやった方が、はい、まあいいんじゃないかなとは思うけどな。まあそうですよね。うん、だから塗装のタイミングでも あの太陽光を取るみたいな風がいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、うん、ちなみに今日職人さんは誰なんですか？今日はあのちょっとフード被せて分かんなかったです。ああ、今日はあれですね、カンタさんですね。あ、久しぶりですね、カンタさん。うん、すごい久しぶりな気がする。前あのリュウジ君の動画、うん、でも言ってたと思うんですけど、うん、日鉄入ってて、うん、なんかカンタ君が結構めちゃくちゃ入ってるんですよ、日鉄に。あ、そうなん、はい、じゃあ塗り替え道場の現場は結構めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか？久しぶり。でもそういうのあんまりうん、なかったかもしれへんな。なかったっすよね。うん、結構お久しぶりな現場では多分、うん、そう、全然電話とかする機会もなかったかも、現場で会ったりしないから。じゃあちょっと行ってみましょう。そうですね、ちょっと行ってみましょうか。お疲れ様です。何ですか？何ですか？そこ給湯器今回撤去するんで、ちょっと撤去できるように組んでほしいっていう感じでお願いしたんですけど、なんかどういう風に組んでいきますか？あれ、ガス管取るの？はい、あ、ガス、あ、LP ガスは取らないです。取らないの？あの四角い給湯器のやつで。あ、取るっていうのは、あ、まあそのアンチとかはまあもうここに来てもらう職人さんに必要に応じて取ってもらったりとかはもうする通りなんですけど、まあでもお隣さんの、はい、ブロック塀の上立てさせてもらって、限界まで広げるしかないよね、はい、あ、もう広げてできるだけ広くして、はい、アンチとかどうするんですか？アンチはもう取れないです。
給湯器の上にあったらあっても通れるかもしれんけど、そうなると上との隙間が狭くなるから、あの軒天とのってことですか。あー、はい、軒天はめてくるんですか。しつけないですか。もう材料置いてくるか、材料置いてって撤去し終わったら後でくださいみたいな。そうそうそう、まあ、骨だけ入れてあればブラケット、はい、三角のブラケットって入れて、それを置いていって、はい、その後はいいですよ、あっちにかけるだけだから。まあ、それ以外方法ないもんね。そうですね、まあ結構職人、塗装の職人さんが結構アンチとかなんか塗りにくかったところとかちょっと外したりとかっていうことはたまにあるんで、結構入れ替えてるんですよ。だから今回も、まあ、そうですね、撤去の時はどうしてもアンチないとダメだったんで、はい、ちょっと自分でもう一回はめてくださいみたいな感じでお願いする感じですね、塗装の職人さんに。それも人それぞれだからね、自分がやりやすいようにやるってのはそれ 人それぞれで、まあ、確かに組み替える人もいるし、そんなに組み替えない人もおるかもしれへんな、塗装の職人さんでも。面倒くさいから全く組み替えない。クラギさんもハンマー持ってるらしいですね。ハンマー持ってるのはすごいね。なんか癖もんだから癖が強すぎる。なんか足場組む前に取れんかった。あの上にあるあの太陽光のやつも取るんですよ。だから足場組んでからじゃないと屋根の太陽光がもうどうしても取れないんで。繋がったんです。あ、そうです、はい。これ太陽光とあの温水器を一緒に取る必要があって、足場が必要でっていう形ですね。あれは誰が回収するんですか。あの温水器、はい、あ、その温水器撤去する職人が来るから、その職人がそうそう持って帰って持って帰る。さすがにね、あれはちょっと私たちではちょっとプロボックスには詰めないですね。カンタ君ってか、いつぶりですか現場の動画って。久々ですよね。めっちゃ久々だと思う。ずっと日立でしたもんね。あ、めちゃくちゃ大変で、なんか組んでくるんですよね、その室内の工場内の、工場内のなんかパイプが張り巡らされてる中。そうそうそう、いや結構やばいです。へえ。厳しいんだよね、会社、この日鉄自体が。厳しいっていうのはどういうことですか。安全帯とか。ああ。手すりとか3段だから。はい。普通さ、はい、膝と腰に2本入ってるじゃん。ああ、はい。どこ行っても大抵そうだ。この会社3本。あ、ナトと外に1、2、3本ずつ、はい、それが徹底されてるから。あ、まあでもそれでなんか事故ったりしたらわっ染まっちゃいますもんね。そう、うん、でも初めて聞いたの。そう、これいいよね、みたいな。いろいろあるらしい。疲れたよ。そんな感じですかね。そんな感じでいいですか。関係ない、関係ない話。何気に出てますね。そんな感じでいいですか。まあ、とりあえずちょっと解説しようと思って言うときは取材を置いてってやってもらうみたいな感じです。そう、そうですね。今回はそんな感じで、はい、通れるように踏めんもん。そうですね。通れるようにしてシートも張らなかった。だから側だけで宣伝お願いします。はい、外壁塗装のマッチングと、はい、あと求人道場、はい、よろしくお願いします。あと、神奈川、はい、シールと足場の職人さん、はい、ぜひよろしく、あの募集してるんでよろしくお願いします、はい、あと各個人チャンネルの方も、はい、ぜひ登録とご視聴お願いします。チャンネル登録とグッドボタンで応援お願いします。お願いします。また見てね。また見てね。
Oh!